ニューヨークアンコールです。まあ、9月10日にあの全国労働省になります純烈ジアという映画のね、主題歌を、影山博信さんにお願いさせていただいてということで、初主題歌披露いかがですかみたいなコラボで、主題歌を依頼するにあたってあの影山さんがリーダーを務めるジャムプロジェクトみたいなかっこいい歌が歌いたかったんですよ。その中でも一番もう爆声出してる遠藤さんまで今回ご参加いただいてということで、もうあのすでにちょっと喉枯らしちゃって、あのリハーサルでやっぱりこう生バンドだしお二人すごいし、もうついていくのに精一杯なんですけど、なんかすごいこう夢みたいなコラボが実現できて、あの本当に恐縮です。ありがとうございます。僕こうやって見てもらって分かると思うんですけど、僕のとこ他人になってますよね。こうなんか実はあのこう横並びで歌うのすごい嫌だなと思ってたんですけど、なんかまあ、あのその分、大きい声で歌えばいいじゃないかってこううちのファンの人たちも言ってくれるんで、もう本当に、気合い入れてやってまいりました。先ほどリーダーがおっしゃってくれてたように映画の主題歌ですよね、それをぜひ作ってほしいっていうふうに依頼されたのが、まあきっかけなんですけど、ちょうどジャムってこうガロとかの特撮のガロとかの曲をずっとやってきたので、そういうフレーバーで曲を作ってほしいって言われたので、割と結構ロック気味ですよね。いやもう思いっきりロックで、はいはい、自分的にもあ結構いいのできたんじゃないかなと思ってて、それで歌入れもちょっと立ち合わせてもらったんですけど、もうみんな、めちゃめちゃバッチリで、で出来上がったのを聞いて感動して、で最近PV 見て、もうめっちゃかっこいいと思いました。で今日初めて、世の中の皆さんに生で聞いてもらうということで、はい、今日はこのメンツで、目いっぱい頑張りたいと思います。ニューヨーク、もう一回2回も歌えるな、もう一風呂浴びよう。そうですね、ましょう。イエーイ、ニューヨークアンコールです。
ありがとうございます。